はい、こんにちは、レトスノーノです。3月19日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。まずは1日10分。この本日の3問だけでも10分ぐらいかかるかもしれませんが、この3問だけでは全然少ないです。なので、それ以外で勉強ができていないというのであれば、まず10分勉強する習慣をつけましょう。つまり、この3問しか勉強できていないのであれば、それだけじゃなくて、それにプラスアルファして、10分だけ勉強する習慣をつけましょうっていうことなんですね。毎日10分勉強できるようになったら、次は30分という形で徐々に増やしていきましょう。まあ、これはね、具体例なんで、10分の後、じゃあ15分に増やして、その後20分に増やして、で、30分に増やすという流れでも全然構わないです。勉強時間を徐々に増やしていきましょう。では、本日の3問です。代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は代理人も本人も取り消すことができる丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。代理人は取り消すことはできません。本人のみ取り消すことができます。代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約、これは本人は取り消すことができる。まあ、これが、まあ、答えなんですけれども、これだけ覚えてしまっては、まあ、いつまで経っても得点伸びないんですね。この問題は非常に重要なポイントが隠されています。で、この重要性、ほとんどの解説書には記載されていないんですね。で、なぜ重要かというと、代理の基本的なことを知っていれば、この問題答え導けてしまうんですよ。覚える勉強じゃなくて、理解をする勉強法、これの真髄が、この問題にも現れているんですね。で、これについてはすいません。個別指導の受講者さんのみ、お伝えいたします。で、続いてです。高県知事免許を持った宅建業者 A が、営業保証金を金銭のみで供託している場合、免許替えにより、主たる事務所の、最寄りの供託所が変更したとき、A は遅滞なく変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。これは丸ですね。まず金銭のみで供託していて、まあ、免許替えによって供託所が変わると、まあ、言った場合、保管替えをするんですよね。で、この保管替えっていうのはどうやってやるかっていうと、この変更前の供託所に請求するんですよ。保管替えの請求するんですね。で、どんな請求するかっていうと、新しい供託所に営業保証金移してくださいねっていう風に請求するんです。あくまでもこれ請求先っていうのは変更前、現在の供託所なんですね。この点を注意してください。変更後の供託所に請求するわけではないので、この点は注意しましょう。問い3ですね。道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する丸か×かという問題です。道路は道路でも、道路法による道路と建築基準法上の道路っていうのは違うんですね。道路法上の道路と建築基準法上の道路は違うっていうことです。これどういうことかっていうと、道路法っていう法律に道路っていうものが定義されてるんですね。道路とはどんなものを言うのかっていうのは定義されています。一方で建築基準法においても道路って何を指すかが定義されています。この道路の定義が法律によって異なるんですね。例えば、幅が3メートルの道路。まあ狭い道路ですよね。このような道路っていうのは道路法上の道路であったとしても原則建築基準法上の道路ではないんです。つまり建築基準法で考えるとこの幅3メートルの道路っていうのは道路じゃないんですよ。まあ、しかし、4メートル未満の道路、まあ、この3メートルの道路ですよね。幅員3メートルの道路であったとしても、特定行政庁が指定した道路については建築基準法上の道路になります。まあ、特定行政庁っていうのは、まあ、知事だったりとか市町村長っていったイメージです。今回の問題文で言うと、道路法による道路っていうのは全て建築基準法上の道路に該当するって書いてあるので、これは誤りですよね。該当しない場合もあるから誤りだということです。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。